三浦忠和の基本的には野球の話。おはようございます、はい、こんにちは。おはようございます、こんにちは。いつも私の感覚ではおはようございますなのにこんにちは、ね、もうこんにちは。そうなんですよね。11時は11時ぐらいのこんにちは、こんにちはなんですね、はい、今日も始まりました、はい、三浦忠和の基本的には野球の話。はい、羽生田忠和です。はい、藤田あずみです。はい、今日も鳥越あずみFMから放送いたしますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、先週はちょっと私がお休みいただいたんですけど、別仕事で、うん、あれですか、どうでしたか先週。はい、先週はね、しのぶちゃんという子が来たのよ、女優さんの。はい、はい、はい、その子と一緒にやってやったんだけど、うん、その子も野球はあまり知らない、うん、そうなんですね。そうそうそう、そう、朝は全然野球わかんないから、うんうん、その羽生田さんといることによって徐々に覚えてってる最中なんですけど、うんうん、そのじゃ あ, あの女優さんは野球は知らない、もう全く朝よりひどい、うん、そう、ひどい、まあひどいっていうか、ひどく別にひどいってわけじゃないけど、うんうん、あのピッチャーですかなって言われちゃったからそうなんですか。そうそうそう、うんうん、まあね、でも野球を知らない人はね、うん、やっぱ分かんないよね。大体もう外野手とか内野手とかさ、そのポジションとかそういうのもさ、やっぱなかなかね、うん、知らないと分かんないだろうな。いや、知らないとか見てないと分かんないよね。いや、分かんない、うん、なんかあのなんていうのかな、席で、うん、あの内野席とか外野席とかあるじゃないですか、うん、席、うん、はい、それすらもう全然分かんなかったから、そのなんか見に行こうみたいになった時に、内野席と外野席どっちがいいとか書いても分かんないですもんね。ああ、俺もそこら辺はさ、内野席外野席っていうのはさ、うん、なんかあれ、内野席っていうのが、うんうん、まあ球場によってのがちょっと分かんないけど、うん、結構外野の方でも内野席っていうんだよね。あ、そうなんですか。そう、だからあくまでもその本当に、うん、あのこのポールから、うん、ポールとポールのこの間を外野席ってなってて、うん、その近くからこう来ると基本的にあれ内野席ってなってるんじゃないのかな。うん、だからそこら辺の区別というか、うん、判断をどうなの、球場によってのかもわかんないし、うん、確か西武球場はあそこは全部内野席のようなな感じだったと思うけどね。うん、やっぱりね、行かないと分かんない。だって俺だってそこら辺分かんないんだからさ、うんうんうん、行ってやっぱり 体験したりとか、うん、野球のことをこう見てないと、うん、まあ、知らない人は分かんないだろうね、やっぱりね。そうですね、うん、結局なんかこうシーズンが終わるまでに1回どこか見に行けたらいいなと思ったんですけど、終わっちゃった、ね、結局終わっちゃって。そうなんですよ、そう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 、結局終わってしまったから、うんうんうん、うん、そうだね、うん、そうなんだ、うん、で今日危なかったね。あんた、いや、そうなんですよギリギリで、うん、大丈夫かね。いや、どうなんですかね、すごいよね、大変だね、うん、感じ、うん、そっかそっか、うんうんうん、大変だったから、うんうんうん、まあね、でも、まあね、よかったです、よかったいや、全然みんな分からないですからね、この話、うんうんうん、いや、もう最近はあの野球シーズンが終わったじゃないですか、うん、で終わってから野球選手の方々は、うん、あのどうされていくんですか。トレーニングだけっていう感じになるんですかね。基本的にはね、野球、要はシーズン終わったら、まあ要は秋季キャンプ、うん、秋季キャンプか、うん、キャンプがとりあえず始まるんだけど、一応だから12月の11月の末ぐらいまでは一応練習してるのよ、うん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 、で12月1日からが完全なオフだから、うん、うん、そう、うん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 、そうなんですね、うん、じゃあ結構トレーニングなさって、うん、もう次のシーズンが始まるのを、そう、うんうんうん、だから一流の選手はね、意外とそのやっぱ体を休めたりとかする選手が多いんだけど、うんうん、やっぱパームの選手とかはやっぱもう12月も1月も関係なく練習してる人も多いよね。うん、最近はどうなんかな、やっぱり休まないでやってる人も結構いるんじゃないの。トレーニングで、そうそう、トレーニングだけはきっちりやってる、まあ、ウエイトトレーニングしたりだとか、うん、そのボールを使うじゃなくて、うん、まあ、マシンぐらいは打てると思うけど、うんうん、
だからキャッチボールとかそういうのはしてなくてもやっぱウエイトトレーニングだとかね、うんうん、マシンの打撃したりとかしてる選手は結構多いかもしれないね。なんかその球団でチームで決まってるとかではないんですか？じゃあもうあくまでも12月1日はもうあの基本的には契約してないから。あ、契約外なんですか？契約外なの。あ、全然知らなかった。そうなんですね、うん、そう2月1日から11月30日までが契約だから、うんで12月1日から1月の31日か、うんうん、31日までは契約外、うんうん、だからそのだから自主取りっていう感じだよね。うん、ただ一応年俸はね12等分で待ってるから一応入ってくるけど、うんうんうん、12月も1月も。じゃあ野球選手ってこの期間に旅行とか行くんですか？だからそうね、だから優勝旅行もこの期間だし。あ、優勝旅行とかあるんですか？そう当然当然あのご褒美のご褒美旅行、うん、ご褒美旅行球団から用意してもらって、まあ大体ハワイだとかオーストラリアとか、うんうん、まあ水分はそうだったのはハワイオーストラリア。でも今の時期って行けないですもんね、うんうん、すごいあれじゃないですか。今ってやっぱ海外とか行けないからどこ行くんですかね、国内とか。ああ海外今行けないの？そうですああじゃあ国内じゃないの？いや、わかんない。どこ行くんだろうなと思ってすごいちょっと気になって。俺らの時ね結構ハワイとかオーストラリアが多かったんだけど、うんうん、まあ、最後は結局すげえ優勝してたから、うん、あんまりこう最後これ行きたくないっていうね、うん、行きたくないっていうことで、うん、行きたくないって言ったらおかしいけどお金だけもらってみんなそれぞれ別々に行ったっていうのはあったよね。あ、そうなんですか、うんうん、へー、じゃあここでちょっとじゃあ抜けて、そう、あ、うん、野球の宣伝があるんで、野球の宣伝した、うん、で一回抜けて、はいはいはい、ちょっと、うん、じゃあお待ちくださいね、うん、はい、これね、トリゴヤズーリの方に一応自分トリゴヤズーリってアズーリっていう、ところに所属してまして、でここで一応野球塾を、やらせてもらってるんですけども、まあいろんな一応スケジュール例あくまでも例なんで、いろんな形でその選手の、特質の特徴だとかそういうのを見ながら、いろんな形で教えていくことを、前提にやってるんですよこれね。ぜひもし、体験してみたいとかそういうことがあったらぜひご応募お願いします。お待ちしてますので。はい、ん、小中学生大学生もそう、まあ基本的には小中ですね。小中であとは一般のスポーツ団体のところにも行きますし、はい、受付は随時してますで、トリコリアアズリ FM まで、お問い合わせ願えれば、電話番号0358294814まで、お問い合わせしてもらえれば、場所は問わず行きますのでよろしくお願いいたします。いいのかな。あ、野球選手でなければ何の仕事してたと思いますか？野球選手をしてなかったらそうですね、何をしてたかな。もうね、でも実際のところはもう小学校、まあ、要は小学校からも野球選手になりたい、まあ、中学校の時もそう、まあ、高校はねちょっと練習があまりにもきつくて、まあ、いろんなことがあったからそのプロ野球選手になるとかそういうのはあまり考えてはなかったけどじゃあ他に何がしたいっていうのも多分なかったような気がしますねその時。ああだからまあプロ野球選手になれてよかったかなと思いますね本当にそうと思いますね。うん、なんかあれですか。ハワイの中のおすすめ場所、
ハワイの中のおすすめ場所、うん、ハワイの、ハワイね、自分も20回以上行ってるんですけど、おすすめ場所、おすすめ場所と言われると、ハワイもね、マウイ、マウイキャンプがあって、またちょっと場所が違うんだね、まあ飛行機でまた移動するから。マウイなんかすげえ良かったですよね。ちょうどね、マウイプリンスっていうところがあって、その場所、本当に前が海だったんですけど、結構クジラがこうなんていうの、ジャンプワーンってしたりとか、すげえ見えたりして。でも基本的には野球しに行ってるから、キャンプだから、うん、あんまりその観光も当然行って、観光っていうかいろんな買い物しに行ったりとか、そういうこともいろいろしてるんだけど、あんまりその どこがおすすめとかいいとかいうのはあんま覚えてないね。本当にゴルフ、あと休みの時はゴルフもしたんですよね、ゴルフだとか。うん、だから目的がやっぱりちょっと違うとね、ただその休みの日をフル活用しているっていうだけで、どこがいいとなるとあんまり覚えてない。羽生さんが今も三重県とか、なんだそれ、ベスト3、なんだあれ、今もなんて書いてあるのそれ、今も選手、ああ、ベスト3ね、あ、戦ってみたい選手のベスト3ね、ああ、現役じゃなくても、現役ね、現役、ああ、現役の選手で戦ってみたい選手、やっぱりだって今回ね、すげえやっぱ騒がれてるとか、沢村賞も取った山本くんでしょ、そら一回ちょっと打席立ってみたいなと思うよね。まあこれ今は怖くて立てないだろうけど、うん、山本くん、あとは宮城くんとかね、うん、あとはあれですね、菅野くんですね、その3選手。まあでも本当なんか見ててもいろんなピッチャー、いいピッチャーいるなと思うけど、うん、でも数、そんなこと言ったらもう なんかいっぱいいるね。大谷選手も立ってみたいと思うし、あとはね、大谷選手もそうだしさ、田中マー君だっているだろうし、まあでも結構あれだな、パリングが多いね。パリングが目に、うん、いいピッチャーだなと思うのは、そんな感じですかね。ベスト3というよりは、何人もいるかなと、うん、打席に立ってみたいなっていうのは、どんなボールを本当に放ってくるのかなっていう感じ、うん、あれ、クリスマスの思い出、クリスマスの思い出ね、思い出、結構ね、その日その日をね、一生懸命生きる男だから。クリスマスの思い出、まあ一応クリスマスパーティーだとか、そういういろんなとこに呼ばれたりなんかしてるけど、あん、そうだな、なんかでも、すべてが、まあ、すべてが楽しいかなという、うん、毎日が楽しいかなって思ってるんで、結構、うん、だから あくまでもクリスマスの日だけとか、そういうあれはなんかないですね。もう毎日毎日が楽しくやれればいいかなっていうのが本音だと思うんで、うん、なかなか帰ってこないね。昨日はどんなお酒を、昨日ね、昨日
昨日はですね、うちのね、まだちょっと子供小学生なんですけど、2人、野球やってるんですね。で、これが、なんだ 野球チーム、野球チームがあって、その野球チームの農会だったんですよ。農会で、農会で、まあ打ち上げのパーティーじゃないけど、それでね、父兄さんとか、あと子供ら全員で、50人ぐらいいましたかね。50人ぐらいで、まあどんちゃん騒ぎしたわけですよ。どんちゃん騒ぎして、で結構飲んだですね。で、2時間ぐらいの飲み放題、食べ放題だったみたいなんだけど、4時間ぐらいいたね。4時間までいないかな、いたんじゃないかなって思ったね。ああ、そう、まあ場所はちょっとあれですけどね、ブルーラックスっていうチームなんですよね。ああ、おかえり。ただいま。そう、だからもうそのチーム、ぜひぜひ、皆さんも、まあ子供たち入ってくれればね、いい野球ができるんじゃないかと思いますけど。はい。新しい野球チームなんですか？野球チーム、この子供の野球のチーム。ああ、そう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 。どうでし大た？谷、あ、ちょっと待って、大谷選手が二刀流で活躍できる秘訣は？それは、やっぱもう小さい頃からの、ね、打って投げて、もうずっとそれで来てるわけだし、で、やっぱ体も、ね、本当にどん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 でかくなってるよ。まあ、身長ベースとして体格もメジャーに、まあ、メジャーのアメリカの選手に負けないぐらいの、やっぱりセンスは、まあセンスはいいんだろうね、大谷選手大です谷さん。か。もうセンスの塊だね。なんか走って前にもいいし。インタビューを見たんですよ。大谷選手の母校の監督さんのインタビューを見たんですけど、昔はなんか別にそんな二刀流っていう感じではなかったけどねみたいな、なんかコメントをしてて、あ、そうなんだって。私はなんかそういう野球選手の方って、なんかその高校とか、まあ大学とかで本格的に野球やられるじゃないですか。その選手、プロ野球選手になりたいみたいな感じで甲子園出たりとかするじゃないですか。そういう時にもうすでに、例えばもう自分の長所がすごい目立ってて、でそれでこうなんドラフトとかでオファー来るのかと思ったんですけど、二刀流ですごいって思われたわけじゃないっていうのに私はびっくりしました。そそのインタうなの？ビュー、っていうのを聞いたんですよ、でもテレビを見ただけなの本人は基本的にもう最初から二刀流でっていうさ、で。日ハムに入った時からピッチャーもやりたい、打者もやりたいっていうさ、それをでも、自分で思うっていうことは、まあ、基本的じゃないもう基本的じゃないな、基本的じゃない、もうそれを思うっていうこと自体が、もうだってすね、ごいですよプロ野ね。球界ではそんな、まあ、ほとんどないっていうことでしょ、ないでしょ、そうやって入ってくるっていうのは、やっぱりある程度は自信がなかったらできないからいね。や、まあそうですよそうそうね。そう、だからやっぱりピッチャーとバッター両方したいっていう、プロの世界でしたいって言ってるわけだからね。だからある程度やっぱ高校時代から結果を残してないと、まあ無理じゃん。まあそうですね、そう難しだいでから、すよ監ね。督がそうやって言うのはちょっとどういうね、信じあれしてるのかわかんないけど、でもある程度やっぱできてないと、こんなプロでまでね、二刀流でいきますっていう、やりたいっていうことはもうありえないからね、言えない。まあそれを飲んだ栗山監督もすごいっちゃすごいと思うけど。そいや、すごいな。なんかもう野球ってなんか聞けば聞くほどなんか奥が深いから、深いどころじゃないね。すごいなんかファンの人って本当に研究してるからすごい詳しいのかなって感じしますね。なんか私みたいなにわかだと、すごいなんか素朴な疑問ばっかりなわけじゃないですか、最初って。でもなんかこうファンの方って、どこどこの何々がどうでこうでみたいな、なんかめちゃくちゃ深いところまでなんかこう知りたいみたいな感じじゃないですか。そうね。でもそそう。れってでもあれじゃないの、野球だけじゃなくて多分いろいろあ、本当ですか？だと思うんです。でもなんか野球選手芸の、能人もそうだしさ、あと
まあ、スポーツ選手、サッカーとか、まあ、いろいろ、まあ、バスケットも今ね、あれ盛んになってきてるけど、まあ、ファンの人っていうのは、多分その人のことについて、多分いろいろな角度から全てがやっぱり知りたいと思うんじゃない？でも本当に私、野球のファンの方だけはすごいやっぱ、なんていうかね、熱血的っていうか、すごい感じるんですよね。他のスポーツよりも、やっぱ野球ファンはすごい熱心な方が多いなってイメージなんですけど、すごいなんかそれって、なんていうのかな、すごくないですか？なんだろう、中毒性があるからそうなるのか、なんかまあ、サッカーのなんかこうサポーターの方とか、サッカーチームのサポーターの方とかも応援とか結構激しいのとかテレビで特集されますけど、野球はまたなんか私すごい別格な印象なんですよね。なんでそう思うんだろうな、逆に。これってまあ初心者目線なんだろうけど。でもそうやって言ってもらえると、やっぱり選手嬉しいんじゃない？まあ野球関係者はね。やっぱり今どうしても、まあ感覚的にはやっぱサッカーのが、多分やってる子供らも多いだろうし、まあこのね、野球、昔はさ、もう本当野球しかなかったからね。そうなんですそうそか？う、昔は野球しか、まあサッカーもあったけど、でもほとんどの子がやっぱ野球だから、わかんないよ、わかんないけど、昔の人、運動神経のいい人はさ、野球だけじゃなくて、本当は最初からサッカーやったりだとか、ゴルファーだったりとか、そういうのやってたら、もっとすごい選手が出てたんじゃないっていうふうに結構言われてたけどね。なんか野球選手はすごいなんかこうイメージ的になんかこう若い頃、なんかその子供の頃って野球って結構道具が多いじゃないですか。バットだったりとか、なんかいろんなものが必要だから、サッカーのがなんかこうやりやすいのかなって思いましたけどね。サッカーのが、そうだ、お金は多分サッカーのがかかんないよね。野です球よはいろんね。な道具揃えてないとするから、やっぱある程度かかってしまうっていうのは、もう、まあこれ、それは知らないよな。なんかそんなイメージですけど、なんどうかなんだろうね。さっきなんかスタッフさんから質問来てましたけど、何だったんですかね。野球選手の女性関係は？これ野答え球られる選んです手のか？女性関係ね、どうなんだろうね。っていうか、やっぱり、まあ、俺は別だな、ね。やっぱモテるじゃん、野球野選手球です選か？手って。やっぱユニフォーム着てさ、ユニフォーム着てるだけでも、やっぱプロのユニフォーム着てるだけでも、やっぱ全然見方がやっぱ違うじゃん。で、飲みに行ってもそうだし、野球選手だって思ったら、だってそんなにね、しょっちゅう来るわけでもないしさ、やっぱモテんとは思うけどね。そう、変な意味じゃなくてね。まあでも、体も結構やっそうそう、ぱ野大球きい大し、きいし背がね。高い方が多いから、なんかやっぱ、で、スラーっとしてる、まあ結構スラーっとしてる人が多いからね、やっぱりね。そうまあ考えたら太っね。てるのは、まあ数名いるけど、なんいるか、けど、言われてましたもんね。だって、何？ビッグボスに 言われてる選手いますもんね。でも基本的にはスラーっとしてるし、スタイルはいいよね。やっぱり運動してるし、鍛え上げてるし。まあだからやっぱりモテるっちゃモテると思うよ、野球選手は。なんか結構週刊誌にすっぱ抜かれるのもなんか野球選手多いイメージですけどなんでね。そんな若い人は 野球選手のコンパや夜のクラブ活動、すごい。事これは情は多分スね。タッフさんの趣味なんでしょうね。こういうことを聞きたいみたいな。まあ最近の選手は知らないよ、最近の選手は知らないけど、オランダはそうだね。コンパっていうのはね、あんまり、パって何コンですパってか？結局は、男性数人の女性数人で集まって、こう飲み俗会にする言う合コンみ合たいコな。ンでしょ。それはあんまりしなかったね。暇あるんですか？そういう、そいや、んな、なん暇か。はあるよ。あるんですか？だって試合終わったら、まあ、相手が合わせてくんないとダメだけど、試合終わったらデーゲームでやって、ナイターだって、結局試合終わった後は自由だから。でも門限とかあるって言ってたじゃないですか。門限あるよ。いや、それは門限、一応12時だったかな、1時だったかな、12時だから1時だったけど、もうそこまで帰ってくればいいじゃまあ確かに、デイゲームの時は確かに時そう間はそうたっぷりあそうるけど、そう。ナイターとかだったらもう全然時間ないじゃないですナイか。ターはそうね。
そしたらまあ確かにそこら辺は遊べない、うん、まあ遊べなくもないんだけど、まあ門限はあってはないようなもんだから。でもな言うなかったら3日あったらまずいよ、うん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 、それはダメだけど、でもどうなんだろう、結構昔のせい昔はあったけど、まあ多少は俺で返してるよねみんなね。いやもう本当に素朴な疑問は、うん、なんで野球選手ってそんなスキャンダル出ちゃうんですか。なんか野球選手ってめちゃくちゃスキャンダル系多くないですか。そう週刊誌に取られる率っていうか、他のやっぱなんかこうスポーツ選手とかそれはだってあの記者が狙ってるやそれは確実に取られる。野球選手狙われがちってこと。そうじゃない、そういうこと。ほらだってね、飲みに行ったりなんかみんなしてるだろうからさ、やっぱりさ、ある意味、ある意味その飲むのもやっぱり楽しみの一つだよね。飲むのもや、そういろんなとこ行って、まあ、地方遠征行くじゃん、うん、ほら行ってさ部屋の中にずっといるっていう選手なんて、まあ、それあんまりいないですよね。ほとんどいないから、やっぱり見知らぬ土地にいたら遊びたくもなりますもんね。遊びたくない、やっぱり知り合いに、まあ、そこのお店が知ってるとかさ、うんうん、そういうのやっぱり来たからね、あのやっぱり1ヶ月に多分3年生だね大体ね、うん、3年生ってことはさ、うんうん、まあ1ヶ月6試合あればいいかな。1ヶ月6試合、そんな感じなんですね。そうそうそう、うん、だって3試合ごとにこう次の地域次のところで行くから、うん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 、だから例えば福岡だったらさ、その月に3試合あ6試合あったら、うん、9試合とかは多分ないけど、うんうんうん、6試合ぐらいだったらある可能性があるわけだよ。うん、大阪やっぱりたまにしか来ないわけだからさ、うん、まあ飲みに行きたくなるじゃん、知り合いのとことかさ、知ってるとことか、まあね、うんうん、であとは講演会の人だとかさ、うん、そういう人のが、まあ、まあ、お食事会みたいな、食事会だとか連れて行くとかさ、うん、あの飲みに行きたいわけだよ、やっぱ選手とさ、うんうんうん、でその中でやっぱ夜飲み屋には当然行くよね。うん、なんかこう節制とかないんですか。そうご飯って結構自由に食べられるもんなんですか。節制は、うん、まあ自分の体調だからやっぱ節制は多分してるんだけど、その自分の体調に合わせてセーブしてると思うよみんな。なんかそうだって地方地方行ったら、うん、そこのなんかこうご当地ものとか食べたいとか思うじゃないですか。うんうんうん、なのですごいなんていうのかな、いっぱい食べちゃったりとかしたあみたいなで怒られるとかあるのかなと思って、ね、いや怒られるはしない、もう自分のやっぱ管理、そうなんだ、うん、アナウンサーと野球の選手について、あアナウンサーと野球選手についてね、まあこれはでも結構さやっぱあの取材にやっぱねあの来るからね、アナウンサーっていう、うん、まあ当然野球担当のアナウンサーが、うんうん、そこでなんだやっぱね意気投合する、まあそこではしないか、基本的にあの例えばあの子可愛いよねっていう話はあるじゃんやっぱ、うん、そのアナウンサーとね、うん、でそういうのにやっぱ担当のテレビのプロデューサーがいるわけだよ、うん、まあよく知り合いになるからやっぱりさ、うんうん、そうするとそのプロデューサーなんかに一回飲みたいから連れてきてよとかさ、あ そんな感じが結構多い、そういうことなんですね、うん、そうそうそう、まあでもその場で ね堂々とするわけにはいかないですもんね、うんうん、まあそういう傾向っていうかそういう人が多いんじゃない、で、うん、それで飲んで意気投合してっていうのはあるかあるんだね、うんうん、で実際結婚する人もいるし、うんうん、まあ、結構野球選手と結婚してる人もいるよね、まあ、でもやっぱり出会いがなんかこう、うんうん、インタビューしに来る方か、まあ、球団関係者の女性とかもいるんですかね、うん、球団関係者の女性いるよ、ただ球団関係者の女性、まあ広報の人っていう広報とかは、うん、まあ、しょっちゅうね、うん、スタンドに来て、スタンドっていうかダッグアウトの中に入ったりとか来てるけど、うんうん、その他の球団職員の人は、うん、同じそのチームうん、チーム内でしか多分会わないんじゃないかなと思うけどね、まあ、チアの子とかは完全に動線が分かれてて会えないように会話できないようになってるって聞きましたけど、あなんかあれ は, 最近はあの縛りがあるみたいだよね、はい、なんかそういう風に縛りがあって、なんかやっぱ
こうなんだろう接触がないようにみたいな、めちゃそれを聞いて、あそうなんだみたいな、意外となんかチアガールになるイコール野球選手とお近づきになりたいとかいう子もいるのかなと思ったんですよ、いるだろう、でも全くいるし、あの先生そばでのやっぱ見たいっていうのもあるだろうし、でもどうだろう、縛りはあっても選手がその子気に入ったら行く可能性はあるじゃない。ああ、まあそっかそっか、確かにね、そうですね。今日なんかバシバシなんかこう鋭いなんかこう質問がいっぱい来ますね。仲悪い監督とうまくやるコツ、こういうのって答えられるもんなんですか？仲悪いってさ、仲悪い監督、まあよっどう、仲だ、大体仲悪い監督ってさ、やっぱ監督もさ、お前嫌いだってさ、一軍いないから多分。仲悪いとかもってあるんですか、やっぱそういう、まあ、好き嫌いとかあるかもしれないけど、当然あるよ、選手のその好き嫌いは。だってプロ野球球団って今試合の選手が多分70人、同じ60人だったかな、70人だと思うんだけど、その70人の中で野手同じポジションね、センターだったらセンター、ライトだったらライト、大体 4,5 人いるんだよ、一つのチームの中で4人、4人ぐらいかな、で、一軍の控え合わせて2人、でファームも2人ぐらいっていうでしょ、その4人の中誰を選ぶかは監督だから。あ、そっか、じゃあ結構なんかまあ人間関係がシビアになって出てくるんですかね、自分の球団。まあ、ある程度実力も当然ね、当然実力あれだけど、でもやっぱ守備を重視する監督と、やっぱね打撃を重心にする監督と、いろいろあるんじゃ、あとはこの選手をあの育てたいっていうさ、育てたいっていうふうに思えば、上げてくるだろうしさ、打てなくても使う、我慢して使うっていう、その我慢して使うふうにね、使ってもらえればね、すげえ結局選手にとってはいいわけだから、仲が悪いってあんまり監督とでもどうなんでしょうね、仲が悪いってその好きとか嫌いとかはあるかもしれないけど、よっぽど仲が悪かったら多分一軍にはいらんないんだろうなと思うよね。なんか私の中でその野球チームが学校のクラスメートだとして、監督は先生みたいな、なんかこう位置なのかなって思ってたんですよ。監督ってのは全ての面に関して責任を持つあの要は立場だから、まあじゃあやっぱりなんかその学校の自分の担任の先生とこうクラスの子たちみたいな、その選手がみたいな感じなんですかね、こう学校、そう学校のなんか、だから先生が言うことって割と絶対的なっていうのがあるじゃないですか、まあ、学校って。そういう分野は絶対的な、監督が言ったことは絶対的、で監督も絶対的だし、監督もだから先生も人間だから、生徒でこの子はあんまりちょっと得意じゃないなとか、やっぱあるじゃないですか、苦手だなとか、この子はなんかこうすごいいい子っていうか素直な子だから、なんかちょっと可愛いなって思ってるとか結構あると思うんですよ。まあ、それはやっぱり人間だからさ、その感情はさ、当然あると思うよ、監督だって。でもなんかやっぱ先生だから、そういう感情は各々あっても皆平等なのかと思ってました、そういう。なんていや平等じゃないな。そうだから、それがその羽生田さんから初めて話を聞いてびっくりした点でした。私は平等ではないと思うよ、やっぱり、だってさ、例えばオリックス、今回のオリックスの例に関してはそうだけど、中島監督ね、中島監督ってファームに要は監督、今の一軍の監督になる前は二軍の監督やってたわけで、でその二軍の試合で、まあオリックスはもう最下位っていうのもあったかもしれないけど、でも中島監督が上に上がることによってファームから引き上げられた選手が何人もいるわけだよ。あ、じゃあもう一緒に頑張ってきた、可愛がってたね、でメンバーを、まあ、可愛がってたっていう部分もあるし、まあ要はある意味ファームでずっとこう見てきたから、まあ上に行ってもできるっていうその自信は当然ある選手を引き上げてるんだと思うけど、でも今までいた、一軍の選手が落っこってるわけで、ね、当然。まあそうですね、入れば出る人もいるから。でも結
果的にはこうまあ、我慢して使ったっていう部分もあるだろうし、うん、だって今まで成績が出せなかった選手を上げて、うん、結果的には成績が良くなってるっていう、うん、まあ、じゃ、まあ、ある程度の自信ね、本人に対しての自信も当然あるんだろうけど、うん、でそうやって引き上げられるっていうことは、うん、中島監督だったからできたけど、うん、他の他から来た監督が、うん、じゃあそれができるかったらできないからね、多分ね、うんうん、いや信頼関係ですね、そうそうそう、じゃあ全てが監督との、うんうんうん、だから監督、そうね、やっぱ監督とは今やっぱ好かれた方が当然いいよな、まあね、人は誰しも好かれた方が絶対いいですからね。お、また質問が、うん、選手のサインは自分で考えてるの、考えてるんですか。そう、考えてますね、自分で、ほとんど自分で考える。うーん、俺も一番初め入団してなんだ、雑誌、うん、雑誌に書きまくったから、なんでかわいい練習しまくった。でもああいうのってなんかこうなんて言うんですか、大人のって言っちゃあれですけど、大人の男性のなんかイメージってめちゃくちゃ達筆、うん、あ、サインくださいって、サインサインサインくださいって、すごいなんかめちゃくちゃ達筆なイメージなんですよね。達筆じゃないよ、なんかだってサイン決めるときに、うん、なんでこういうなんかもう一筆書きみたいな勝手なイメージあるんですけど、うん、勝手文字、そういいの書いちゃって、なんかローマ字とかではない、あ、でもんあれ何、え、でも全やっぱ分からないな、なんかでも大人のサインって感じだわ。おお、はいはい全然、お、これですね、そう、そうですね、すごいすごい、え、本当にすごい、これこうやってどう考えたんですか。まずなんかどこがどうなのかがまず分かんないですよね。これ、うん、これね、まずこれは、まあ、ちょ、これ歯を横にしてたんだよ、この、あ、この羽をね、こう 羽をね、はいはい、歯、うん、マリルがここに入ってるの、あ、そうなんだ、うん、かわいい、そうなんですね、でただ、うん、中心、もうこれも何でもかけ、あの、あれして、うん、あの、まあ、こんななって、まあ、要はどんどん簡単になっていくんだよ。あ、まあ確かに確かに。下手したら、皆さん言いますもんね。下手したらこんな選手もいるからね。はい、もう一文字。そう。マジ。そうなんだ。うん。そう、だから、これで、まあ、羽生田の歯を横にして、これ田んぼの田っていう、あ、生まれるって書いて、ここに田んぼの田が入って、ただ、勝つって声が前崎に回ってるな。でも野球選手って感じだし、男の人のサインって感じ。あ、そう、うん、でもこれね、なんかもうね、あの、こういう風にちゃんと書くとあれなんだけど、うん、もうあの小さいやつだとかボールだとかさ、もうバラバラになっちゃうんだよ。確かに。なんか野球選手のサインってちょっと縦長なイメージありますね。ボールに書くからなんですかね。ボールに書くとかそういうのあれだね。こう縦に、うん、そう。そんなイメージだわ、確かに。そんな感じかな。私は羽田さんにじゃあボール買ってきてサインしてもらいますもん。そうそう、ゆっくり書くと書けないけどさ、うん、もうないくつもいくつもあるとさ、うん、もうどんどん適当になってきちゃう。あの、やっぱ書きにくいですよね、球体だからね。本当に。やっぱ皆さんボール持ってくるんですか。そう一つだけとか本当にあれだけどね。うん。うん、もう たくさんもう見た瞬間10人とか20人とか来られると、うん、もう適当な時みんな大体色紙とかじゃなくてボール、いや、色紙とかボールとか、あとはそのいや、あのプロ野球カード、あー、野球チップスのやつ、そう、野球チップスさんのほうがね、カードがあるのよ、うんうん、それが結構多いんじゃない。あー、うん、この間も結構なこの終わった後にさ、結構下でさ、うん、ね、おじゃ、そう、でサインね、サイン書いてください、それもみんな野球カードだからね。あ、野球カードだったの、うん、そうそう、お写真だと思ってました、あれ野球カード、へ、うん、そうなんだ、うん、いや、まあ、でも大事ですね、まあ大事じゃない、本当は綺麗に書いてあげたいなと思ってさ、なんかどんどんまあね、数書いてるとわけわかんなくなってきますからね。そうそうそう、うん、そんな感じだね。そう思うとなんか本当になん
か大人のサインだなと思って自分のサインを今反省してますもん。あ、子供みたいな本当に。いいんじゃない、サインなんて。もうあの本当にサインってでもなんなんかねだからそういう風に例えばなんかこう羽を横にしてとか、うん、そういうアイデアがすごいから、うん、でも最初は最初はね多分ね俺こういうこうだから横じゃなくてこうだったんです最初。へー。でこうそれがあれもう横になってきた。まあそっちの方が簡単かな、簡単だかなっていうか、うんうんうん、そう。一番面白いなって思ったサインの選手います？自分が知ってる中でこの人のサインは確かね、確かもう、うん、覚えてはいないんだけど、私は、うん、確かね誰だったかな、本当にさっきのこのこんな こんなんで終わっちゃってる、あれだ、めっちゃ見てみたいな、そうそうそう、へ、誰だったけど思って、うんうん、そう。そんな感じで書いた人いるなって思ってさっき書いたんだけど、うん、それが誰だったかなと思ってさ、うん、ずっと思ったんだけど、一文字って宅急便のサインみたいですもんね。そうでも結構いるんだよね、やっぱりさ、もうサイン書く人ってさ、まああのプロ野球選手ってあのサイン会みたいなのがあんじゃん、はい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 、サイン会だとかさ、あとやっぱり色紙に書いてくれてさ、うん、100枚とか200枚とか下手したらさもう500枚近くぐらいさ、うん、書くときあんだよ。腕めっちゃあの腱鞘炎になりません？そう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 。サインをこうやって書く、うん、あとなんか何かなんだか途中で分かんなくなってくるじゃないですか、うん、サイン書きすぎると。なんかもうなんだやっぱ早く終わらしたいと思うからさ。それ一文字になっちゃいますね。どんどんどん。いや本当結構ペンずっと長時間持ってこうやって書き続けるのって結構こうテーブルがあってこうやって書いてても大変じゃないですか、うん、大変大変だし、うん、分かんなくなってくる、あれどうやって書いてたんだっけ、そう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 途中でなんか無になってこうなんかこう例えばサインっていっぱい書くときってこうやって書いて誰かがペラってしてくれるか自分でこうやってシュッてやってこうやってやるじゃないですか、でも何が何だか分かんなくて、しかも喋りながらとかなんかその作業しながらこうやってやってるとあれなんだっけって、途中で待って、あれあれってなりますよね、分かる、それはめっちゃあるあるなんか無意識に書きすぎて途中でなんか意識しちゃうと分からなくなるんですよね、本当に。いや大変だわ、懐かしい。まあね、そんなねサイン書く機会とかもねまたねあったらね、あれですよね、大量に、まあ、もう本当に大量に、大量にはもない、大量にはないだろうけどもう、うん、でもまああれだよね、一瞬あれどうやって書いてたかなっていうのは本当にあるよ、うん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 、そういやいや、そう思うとやっぱり野球選手はサイン会とかあるのもすごいですよね、ファン思いだなって思う、ね、だからファン多いのか、あそういうことかな、そうだ、あのね、結構12月なんかにイベントがあるんだよね、一応契約が、でもそれに関してはギャラとかも発生してるんだけど、うん、あのトークショーだとかさ、うん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 、なんだトークショーもそうだし、あと昔はさプロ野球12球団の運動会だとか、えマラソン大会だとか、それはめっちゃ楽しい、そうマラソン大会だとか、あとなんだあの歌合戦、相撲との相撲せお相撲さんとの、そんなのあるんですか、あったらいっぱい、めちゃくちゃバラエティーに飛んでますね、そうそうそう、それあだからだ、うん、いや本当になんかこう私の中でさっきも言った通り、うん、他のスポーツの、うん、なんかこう何選手よりも、うん、もうやっぱりファンが熱心だし、うん、多いなっていうイメージだったんですけど、うん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 、そりゃ確かにそうですね、そう昔あった結構、うん、結構あったんだ、いろんなの確かにみんなのめり込みます、うん、イベントがいっぱいある方が野球結構商品が良くてさうんうん、あ本当に商品がいいんですか、じゃあ商品、あ商品、うん、何もらえるんですか、俺ね結構もらったね、あの運動会、うん、運動会の時はさ、うん、振袖だとかさ、そうめちゃくちゃ豪華ですね、豪華、振袖高いのに、振袖でしょ、振り時計でしょ、うん、時計、あと何かあったな、振り袖、時計、何だったっけな、時計は2つぐらいもらってるんだね、へえ、振り袖なんか豪華だね、あの目結局あの目一個か、うん、目一個にあげたけど、あそうなんですか、
めちゃめちゃなんかやっぱ野球選手ってギラギラしたイメージあるんですけど、うんうんうん、なんかその商品もギラギラしててびっくりしました、うん、でも時計とか、うん、振り袖とか、ね、やっぱ豪華だし豪華豪華やっぱ野球選手は上昇志向な方が多いからなんですかね、うん、かんないけどギラギラして商品もギラギラしてるあとあれだ電気マット電気マットがじゃ電気マットっていうかな、その寝てさ、うん、マットになってそれになって、うんうん、電気かなんかと、うんうん、そんなんとか、へー結構あったよね。なんかもっとあの可愛いものなのかと思いました。いやいやいや、お米とかあお米、お米も、うん、お米とかみたいな、お米もなんかあったかな。でもなんかそのお米の、私が想像してるお米って多分すごいショットなんだろうけど、ちょっとじゃないよ、本当に出てくる米俵、米俵もらうんだろう、今の話聞いてるとめちゃめちゃ昔はすごいな。だから結構だから昔はスポンサーがすごかったんだよね、多分ね。ああ、うん、そうやっぱねスポンサーすごいとね、うん、そう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 、いっぱいねいただけるものも多いんですよね、やっぱ、うん、キラキラしてんな。だってあれ毎回毎回商品出てるんだよ試合中も。あ、そうなんですか、うん、第一生還者賞とかさ、え第一生還者賞だとか第一打点賞だとか、うん、ホームラン賞もそうだし、うんうんうん、いろいろ出てんのあれな、試合の最中に。へ、そうなんですね、うん、じゃあもう気合い入りますね本当に試合。気合い、ま、もう常にとりあえずあのその商品がもらえるもらえないのは別として、別として、まあ、勝ち負けもありますけど、うん、でもなんか賞金とかかかってると、うん、やっぱなんかよりなんか欲しいのあったら気合い入りません？だって賞金は毎日かかってんだから。あ、まあ、そっか、賞金はね、うんうん、だってその代わり罰金もあるんだよ。バント失敗したら罰金だとか、ほんとミスしたら罰金とか、まあ、毎回だから当然賞金もあるけど罰金もあるってこと。ちょっとだから次回、うん、あもう次回って年明け、そうだ年明け、年明け、もうこれ今日が最後なのかな、うん、そうですね、今年は2021年最後ですね。そうそう最後かな、うん、だから、うん、まあ、来年だよね、うん、来年はじゃあその罰金についてから聞きたいかも。罰金って、でも皆さん罰金あるっていうの知ってるけど、そんな詳しく何が罰金かって分からないんじゃないですか。ちゃんと知ってる人多いんですか、ね、ちゃんと明細書も来るんだよ。明細が来るんですか、何々怖いんだけどそうなんだ、賞金も何々について、賞金とか。へえ。だってピッチャーに10球投げさせただけで賞金なの。10球以上、10球以上投げた賞金。そうだから打席で、打たれなかったらってこと。違う違う、打てなくても、うん、打席でピッチャーと対戦してるじゃん、うん、でそのピッチャーに対して10球以上投げさせただけで賞金とか。それ一試合でってことですか。一試合じゃないよ、1打席で。あ、1打席で、うん、球数多く投げさせてるってことで、うん、こんなの賞金出んだよ、うん、そう、まあ、でもね、打たせないようにするのも大変じゃないですか、うん、それはピッチャーは当然あの打たせないようとするけど、バッターはやっぱ打とうと思って立ってるからさ、う、うんうん、でもまあ、別にファールで粘ってるわけじゃないけど、うん、たまたまファールになってるだけなんだけど、うんうん、それで十何球で放らしたとかさ、うんうん、粘ってって、うん、で賞金だとか、うん、そんなのも当時もあったよね。いやー、うん、すごいな、やっぱプロだから。いや、プロってちゃんとお金もらえて、うん、そうやっぱ子供たち夢ですね。今は習い事としてお金を出してる方が多い中、うんうん、やっぱね、それでね、うん、お金をいただけるってね、素晴らしいことですね、うん、好きなことで、うん、まあ好きな、本当好きなことで、うん、やっぱりお金もらえるっていうのが、うん、一番じゃない。そうですね、うん、2021年の総括ですね、うん、そうそうそう、好きなことでお金をもらえるのは幸せ、幸せマジに幸せ、ね、いやマジで本当に私もそう思います、うん、ね、好きな仕事で ね、やっぱね、ご飯食べさせていただけるのがやっぱありがたいですね。そんな2021年、うん、総括、そう、2022年はどんな年にしましょう。2022年、うん、やっぱり、まあ、やっぱりっていうね、やっぱ俺は一日一日をね、うん、一日一日をやっぱ大切に生きるのが一番いいかな、うん、深いな、うん、そうそう、深いですね。もう何々がどうのこうのじゃなくて、もう一日一日が大切、うんうん、そうですね、うん、じゃあって俺思う。
もう終わりですよ。ね、終わりだね、本当に。2021年の、ね。うん、今年もありがとうございました。今年もありがとうございました。ありがとうございました。羽生田忠和の基本的には野球の話は、はい、ね、本日でおしまいですが、今年度はですよ。今年度、2021年はですよ。ではまた2022年の1月の3日？いや、3日じゃない。その次の週ですね。あ、そうか。その次の週の月曜日。その次の週なの？うん、そうそうそう。なんで？あ、3日か。3日放送ありますね。3日放送ありますので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。生放送じゃないんですよ。いや、わかんない、俺は。あ、わかんないのか。はい。ということで、はい、じゃあ皆さん、2022年もよろしくお願いします。良いお年で。はい、良いお年を。